はい皆さんこんにちはこんばんはここもチャンネルのショーが今日はドイツイタリア大反対電気自動車車もバイクもエンジンだをお送りいたしますまあ、ここに来てですねドイツとイタリアが電気自動車にすることを反対まあ、国を含めてですよね国ごと反対していますで、えー、これはですねどういう事情があるのかということなんですけれども とりあえずあの、EU 圏内ですね、EU は2035年までに、欧州連合、EU 地域内で走行する車、登録する車は、あと12年の間にすべて電気自動車にしなさいという、まあ、そういう法案が、まあ、成立しているわけですよで。それにドイツとイタリアがもう猛反対を示した。 これ、理由があるんですよね、まあ。電気自動車、電気バイク、販売してるんですよ、テスト的にね。で、えーまあ、ベンツですよね。ベンツも、まあ、電気自動車作ったんですよ。で、テスト走行して、まあ、一般市民も試乗とかしてるんですけど、もう評判が悪い悪い、乗り心地が悪いということなんですよ。で、これって電気自動車、私も乗ったことありますけど、乗り心地は、なんでしょうね、難しいですね。あの いいんですよ。え、で、いいっていうのは、あの、車がそんなにもう好きじゃない、どうでもいい人なんですよ。いや、どうでもいい人って人がじゃないですよ。あの、車なんか乗れればいいじゃないという人なんですね。そういう人たちって、自分で車別に、まあ運転するかもしれないけど、まあそんなに運転しないしね。で、乗り心地がいい方がいいわっていう人たちは、電気自動車、まあいいんですよ、反応は。 なぜかというと、音が本当にね、静かなんですよ。もうほぼしないんですよね。で、スーッとスライドするように、もう本当にね、あの、鏡面、ガラスの湖の上を走るように滑らかなんですよ。だから、あ、これいいじゃないっていうふうに思う人はいます。で、これって、あまあ、そういう人たちって車好きじゃないんですよ。絶対に。 車好きの人で、あの、電気自動車褒める人って、私の周りにも、私もそうですけど、一人もいないですよ。だって、ブンブーンっていう、あの感触がないんですよ。何にもあるエンジン吹かすとか、ブンブーンって、なんからエンジンが回転が上がる、あの音とか振動とか、何にもないんですよ。全然、だから、あの、面白くも何ともないんですよね。あの、全く面白くないんですよね。 で車って、まあ、バイク、オートバイも私乗るんですけど、やっぱりバーンバーンってなって、音がして、耳から音が入ってきて、ややある程度の振動があって、なんか楽しいんですよね。で、静かじゃないっていう人いるけど、別に静かな必要がないんですよね、車。だって、車運転する人って、いや、静かな方がいい、静かじゃなきゃだめだ、静かだ、静かだって。 ねえ、まあ、ドラえもんの静かちゃんじゃないんですけどね、そんなに静かを求めてっていうことはないんですよ。あの、私自身もないですよ。で、逆に前もね、動画で、あのお、お話しいたしましたけれども、危ないんですよね。後ろから電気自動車来ても、わかんないんですよ、全く。静かすぎて。だから、あの、事故が多いんですよ。オートバイもそう。電気オートバイ。全然わかんないんですよ。後ろから来て。だから、 あの、車で走ってて、電気オートバイ、ね、あの、電気のバイクが来ると、当たっちゃうってこと多いですよ。あの、サイドミラーにね、当たっちゃうとか。です。車が急にこう、右にこう、寄ったりすると、当たっちゃうじゃないですか。でもあの、エンジンのオートバイが来ると、うるさいですよね。ブーンって来るんで、あの、すぐわかるんですよ。あ、来たなっていう感じでね。 そうすると、まあ無駄な動きをしないじゃないですか、車の運転手って。だからまあ事故は起きないんですよ。だけど、電気のバイク、何にも落としないで時速100キロ以上で後ろから来たら、これ車がね、あ、行かななんかちょっと右、あれ、あそこ右行った方がいいかなと思って、聞こえないから、も、ま、う、あ、自分がこう右行きたいなと思ったらウインカーも出さずに右行く車ってあるじゃないですか。で、車とバイクが接触して大事故が起きてしまう。これ結構起きてるんですよ、もう。だから、 あの歩行者の人もそうですよ、歩いていて、後ろから、ね、電気自動車とか電気バイクが来ると、全然聞こえないんで、わからないんですよね。で、結構スピードを出していれば、まあ、人に当たってしまえば、すごいね、あの事故が起きてしまう。だからそういうこともあって、ですねドイツとイタリアはもう大反対、猛反対ですね。だからもう電気自動車なんか、もうやめたほうがいいぐらいのことを言ってるんですよ。で、ドイツと、まあ、イタリアの元からある自動車会社。 あのそういう自動車会社はですね、フェラーリも含めてですよ、いや、電気自動車には買えないよと、もうあのエンジン、今まで通り作る、作り続けるよと。ハイブリッドぐらいはね、いいかもしれないけれども、とにかくエンジン車中心で行くよっていうことを宣言したんですよ。これに対して EU の欧州委員会は、もちろん面白くないですよね。足並みが崩れるからやめてくださいと。 ちゃんと、あのー、決められたことをね、守ってください。というふうに、こう言っているんですよね。で、イタリアと、まあ、ドイツが、まあ、やだよと、エンジン売るんだっていうふうに言ったら、まあ、次々と、いや、実はうちも、いや、実はうちもそう思ってたんだっていうふうにですね、まあ、ポーランド、ブルガリア、そういうところが、まあ、手を挙げて、いや、うちももう、もう嫌だよと。 そんなバカげたね。電気自動車とか、<laughs> そんなの、どうでもいいだろ、そんなのっていうような、あの、ことを言い始めたんですよ。で、ブルガリアに関しては、国民の90%が反対で、あの、もう危険。もう参加しないし、反対だし、バカらしいし、そんな話には、あの、もう加わらないということで、で、そんなのを通すんだったら、も、ま、う、あ、EU 脱退だっていう方向にブルガリアは行ってるんですよ。 もう国民の90%が電気自動車反対なんですよ。でも日本人ってね、え電気か何かいいんじゃないかってあの、ヨーロッパがね、全部電気になるっていうのがニュースでガンガン流れてるんで、まあ、ヨーロッパ全部がそうなんだったら、じゃあ日本もそうしなきゃいけないなっていう意識が強い人っていいますよ。だけど、本当に冷静に考えてみたら、あの電気自動車ってバカみたいなんですよ。 もうあ、意味ないです。だからトヨタ自動車って電気自動車反対じゃないですか。あの、やっぱりエンジンで、まあ、あの、ハイブリッドがあるから、うちはね、水素とかでいいんじゃないかって言ってるんですよ、ずっと。でもその通りだったんですよね。その通りなんですよ。で、あの、ヨーロッパだけなんですよ。電気自動車を推進してね。だからまあ、何か目論みがあるんでしょう。だってあの、今戦争してるロシアとか、ロシア側とか、あの、中国もそうだけど、 電気自動車にしようなんて、あの、全然思ってないですよ、国内。全く。で、中国電気自動車作ってますよ。作ってるんだけど、それって輸出用なので、バスとかね。あの、儲かるんですよ。要するに、ヨーロッパが全部電気にするから、中国はそのモーター作ったりとか、今またあの、車体も作ってますけれども、あの、これから儲かるなと思ってやっているだけで、中国国内を電気自動車だらけにしようとは、あんまり思ってないんですよ。あの、都市部のね、あの、混雑してるところ、人混みがすごいところで、 あの、レールを敷いてね、まあ、日本でいう大昔のトロリーバスを電気で走らせるみたいなのは、あの、上海とかね、まあ、あの、やるんですけど、でもそれって、あの、自動車じゃないんですね。線路の上走るので、まあ、それはそれでいいじゃないですか、静かな方が。だから、それは、あの、すごくいいアイデアなんですけど、で、電気自動車を、じゃあ推進して電気自動車だけにしようっていうのは、ロシアも中国も、まあ、イランあたりも、 全く何もないんですよ。これはあの、ヨーロッパだけの話ですよあの。アメリカ人もね、電気自動車好きじゃないですから、あのバカみたいだって言ってますよ。あの今さら、その音がしない、なんか車をね、走らせる。で、充電時間、すごい長いじゃないですか。まあ、短くもなっているけど、あの短いとすぐなくなっちゃうんですよね、電気ね。だから結構長く充電するんですけど、アメリカ人ってそんなの大嫌いなんですよね。その30分も40分もね、充電してるとか。 アホらしいんで、まあ、あの、あんまり乗る気じゃないですね。だからヨーロッパだけの話で。ヨーロッパ何かあるんでしょう。何かがね。あの、上の方の人がってことですよ。だから電気自動車自体は、まあ、いいものじゃないですよ。うん、あの、乗ったけどね、気持ち悪いですね。私はね、あの、まあ、今まで通りのね、まあ、特にオートバイ、エンジンでバンバンってなってないと、 気持ち悪いですよ、オートバイは。振動があったり、音があったりしないとね。そう。だから、まあ、これはまだまだね、あの、電気自動車にね、100%するっていう EU 圏内のね、あの、その話。まあ、うまくはいかないでしょう、これはね。大反対がすごくね、多いんでね。ということで、今日はですね、ドイツ、イタリア大反対、電気自動車、車もバイクもエンジンだ、をお送りいたしました。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。